マルクククレジャサセタは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県アレジャ出身のサッカー選手。ブライトンホーブアルビオン FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。2006年に、RCD エスパニオールのカンテラに入団。6年後の2012年に、FC バルセロナの育成組織ラマシアに入所。2016年に、プロ契約を結び、FC。 バルセロナ B に配属。11月26日のシールスピタレート戦でプロデビュー。2017年7月7日にバルセロナと2021年までの契約に合意。2017から18シーズンはトップチームのメンバーにも招集され、2017年10月25日のコパデルレイのレアルムルシア戦でトップチームデビュー。同シーズンは 国王俳優勝を経験したものの、ラリーが出場までには至らなかった。2018年8月31日、SDA バルへのローン移籍が決定。11月24日の本拠地、エスタディオムニシパルデイプルーアでのレアルマドリード戦では、全3得点に絡む活躍で、3から0の歴史的アップセットを達成。2019年1月14日のカンプノーでのバルセロナ戦では、 試合前にローン元のチーム相手との対戦に意気込んだものの、試合は0から3で敗れた。2019年5月27日、SDA バルは買取オプションを行使したことを発表した。2019年7月16日、FC バルセロナは400万ユーロを支払い、ククレジャの買い戻しオプションを行使したことを発表した。SDA バルが 買取オプションを行使した際に発生した費用が200万ユーロであることを明かした。2019年7月18日、ヘタフェ CF へ買取オプション付きのローン遺跡、ヘタフェ CF 遺跡。買取オプションを行使した場合、600万ユーロの遺跡金を支払う必要がある。また、将来ヘタフェ CF から遺跡した場合、遺跡金の40%は、 FC バルセロナが受け取ることになる。2020年6月30日、ヘタフェ CF は買取オプションを行使し、FC バルセロナに1000万ユーロを支払い、FC バルセロナは将来的に選手が売却される場合、10%の権利を保有する。2021年8月31日、5年契約で、ブライトンホーブアルビオン FC に移籍。移籍金は、 推定1500万ポンドと推定されている。プロデビュー前の2014年から各世代別のスペイン代表に随時招集されている。2020年11月11日に行われたスペイン代表とオランダ代表の国際親善試合でホセルイスガヤが不傷離脱したことを受け、翌12日に追加招集された。A 代表への選出は初となる。 2021年6月29日2020東京オリンピックを戦う U-24 スペイン代表に選出された。ありがとうございます。